野内公民館が主催するふれあい大学、その3年生の新年会が開催されました。この場でメンバーの一人が面白い提案をしてくれました。はい。それは皆さんがやっている日々日常をここで発表するという提案です。その内容を5回シリーズでお届けしています。あ、ストレートや言うとんの。ふれあい大学3年生の10分ぐらい日常を置いてますんで発表。私は今のとこ週2回、まあ、老人会、まあ、シニアクラブでプランのこと週2回、であと麻雀は週2回、二次公民館と、まあ、こっちのクラブ週2回、で、まあ、朝は、まあ、食事は家内と一緒に食べて、で掃除は家内が掃除した後、私があのチェックしてで、マップレコースを置いていくという感じ。すごいね。で、洗い物は私が一切やる。一切やるんですか。お風呂の洗い物もやる。お風呂も洗い物もやる。へぇ、で大体そうやで。この間まで現役の看護師やっとったやん。やめて、やっぱなんか働かんとも一日家なんかっていうことで、今去年から学童一週間に1回、2回学童行った。その日は私が晩ご飯としてやる。晩ご飯作んの。まあ、その奥さん働きっとからって。うん、その働きに行って。何ができるの料理。それは何でも作りますよ。あの、煮魚やるし。すごいやね。うん。とりあえずそのようなもん。だし巻きできる？あ、だし巻きなんか得意やね。はあ。得意か、あの、おでんは得意やね。あ、おでん、ね。おでん、ね。おでんは放り込んだらええだけちゃん。いやいや、だしが大事だ。あ、だしがな。だしもなんかあるんじゃん。あるけどな。おでんもっとな。やっぱりあごだしやらいじこやら、だから結構おでんはやっぱりニンニクのエースにここできて大丈夫かな。うまい。一回招待してよ。おでんおでん。カレーも食材出すから。週2回か3回かな。もうよくやな。もう散歩して言うてるから散歩なぜなり。プリッと行ってパチンコ行ってパチンコ大体。週2、3回やって帰ってくるのが大体パチンコ勝つん。まあ、そんなに負けは、まあ、あの負けはしてない。すごいすごいすごい。一年パチンコやから、うん、時間潰せるしね。だから4年のパチンコなんてもう大きいわな。うん、早い時からようやってたけど、今は4年のパチンコ。なんか仕事してとか言ってない。いや、仕事はもう60過ぎたもんやな。一パチが仕事だね。仕事ほどでもないけど、散歩ついでにまあパチンコ屋ちょうどそうするように。パチンコ屋に。どこのパチンコ屋ですか。ビッグアップルでした。メーカーの方に。アップルね。アップルちょうどそこや。だからあそこちょうどね、あの漫画の方にもその人です。パチンコ屋に。うん。だからパチンコの選手でもあそこなってなったの。あそこでもクーラーとか。もう一日あそこで出てる。一日じゃパチンコ屋で過ごせる。過ごせる。そんなんかよくあるわ。うん。だから夏は絶対あそこ行ったら、もう家におったんでね、エアコンかけるのあれやし。電気代が高いしないよね。そうそうそう。今とかたくさん来てらっしゃるよね。降りやすいんやな。あんなイオンがさ、イオン系そういうさ、もう突破くんみたいな。そういう人多いかったよね。人多いかったよ。もうほらダメになったんかな。あそこで日が寝てる人で昼寝したりな。夏冬椅子がなくなったの。あ、なくなった。なくなった。あんまりなかったね。あのフードコートはあるけど。その他にはもうなくなっとった。2階の徳屋の前にありますよ。うん、あ、まだある。電気代というか、それがそれからは？それから まだ見てない。まだあるの？もう終わったんじゃん。あるやろ。あとはもう、食事したらもう、9時過ぎぐらいにもう寝てる。
9時過ぎ、10時言うたらもっと早いでしょ。もう2時ぐらいに起きてるから、2時か3時に目覚めてるから、目覚めてまうの。9時寝たら目、3時頃には目覚める。2時言うたもんだよ、起きちゃうから。もう1時に起きとるよ、そっと寝るみたいな。2時に目覚める。まだ5時間ほどはい、わかりました。じゃあそういうことで、皆さん意外と洗濯、料理、アップした浴槽の掃除とこなしていはります。はい、ほな。シリーズ5回にわたってお送りしました、70歳代の日々日常、10人の方々の収録ができました。皆さんの発表を聞いていて感じたことが、まず皆さん、とてもポジティブで元気で前向きな日々を送っておられるということ。この野口ふれあい大学に入学しようとする人たちは、やはりちょっと違います。人と交わり学ぼうという、そういう気力がしっかりとあります。これからも地域で元気で過ごされている高齢者の方々のインタビューを続けていきたいと思います。私が YouTube の大きな目的にしている、家にこもっとらんと外へ出てみよう、そういう人を一人でも増やしたい、家から外へ出て行動すれば何かが起こるはず、その行動のきっかけになってくれれば幸いです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆様方にとって今日一日が良き日でありますように。